緊張。公明党の佐藤秀道でございます。選挙区は農林水産業が基幹産業であります北海道でございます。また出身は今ほどご質問されました木村先生や上杉先生と同じ、道の区東北でございまして、米どころの宮城県でございます。どうか委員の皆様よろしくお願いをしたいと思います。また斉藤大臣、また磯崎副大臣、野中政務官、ご就任おめでとうございます。どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。早速質問に移ってまいりたいと思います。まず北朝鮮のミサイルへの対応でございます。本日未明、北朝鮮から弾道ミサイルが発射され、我が国の日本海側青森県沖の EEZ に着弾したとのことでございます。EEZ でございますから、我が国の漁船が操業している可能性もある地域でございますけれども、もちろんミサイルを発射した北朝鮮が最も悪いということは言うまでもございません。そんな中で、政府もこれまで何度も厳重抗議を行っているところでありますけれども、万が一にも操業中の漁船などが、被害が出ないように、また可能な限り迅速かつ確実に注意喚起をしていただきたい。漁船などへの注意喚起の体制はどのようになっているのかお伺いをいたします。長谷水産庁長官。本日午前3時18分ごろ、北朝鮮が弾道ミサイルを発射し、4時11分ごろに青森県西方約250キロの我が国排他的経済水域内の日本海上に落下したものと推定しております。水産庁としては漁船の安全の確保を図るため、内閣官房からのミサイル発射情報を自動転送で漁業無線局に発出し、漁船に対する注意喚起を要請するとともに、我が国漁船の被害の有無を漁業無線局等に聴取して、その結果を内閣官房をはじめ関係省庁に伝達するといった対応を実施しており、今回においても6時59分には安全確認を完了しているところでございます。水産庁としては引き続き政府全体として緊張感を持って対応し、迅速かつ確実な注意喚起、そして安全確認を実行することで漁船の安全確保に全力で取り組んでまいります。佐藤君。今後も万全な対応をお願いを申し上げたいと思います。次に日 EU EPA の問題について移りたいと思います。この合意を受けまして、農林水産業への影響が懸念される点について、特に乳製品と集成材についてお伺いをしてまいりたいと思います。この乳製品についてでありますけれども、特に今回の合意ではチェーダやゴーダといった原料チーズは16年をかけて段階的に関税撤廃されることになったわけでございます。これによって今後 EU 域内からの輸入量の増大により、国産品は大きな影響を受けると懸念をされているわけでございます。生産者などからは品質向上を進めるために、原料乳の全体を対象とした高品質乳の生産奨励対策や、良質な粗種量生産対策や低コスト固めの畜産クラスター事業の予算拡充、また国産チーズ需要の変動に対応するための機動的な需給安定対策の提案が寄せられているところであります。また構造用集成材につきましても、内外価格差も極めて少ないために、8年後の関税撤廃後は極めて大きな影響を受けると予想されております。特に直行集成材については、需要の創出に向け大規模な対策を講じる必要があると思っております。乳製品と構造用集成材について、競争力の強化とコストダウンが必要となりますけれども、これを進めるためには強力な支援策がぜひともやっぱり必要であると思います。今後総合的な TPP の関連政策大綱の改定にあたり、具体的な支援策の拡充強化について、現在の検討状況はどうなっているのか、また補正予算でも対応すべきと考えますけれども、見解を伺いたいと思います。はい、枝元生産局長。まず乳製品についてお答え申し上げます。今般改定されました総合的な TPP と関連政策大綱におきましては、体質強化対策につきまして、
これまでの実績の検証等を踏まえた所要の見直しを行った上で必要な施策を実施するとともに、日 EU EPA により必要となるチーズを中心とする乳製品対策につきましては、国産チーズ等の競争力を高めるとともに、その需要を確保し、将来にわたって安定的に国産チーズ等の生産に取り組めるようにすること、また原料面で原料乳の低コスト高品質化の取り組みの強化、製造面でコストの低減と品質向上ブランド化等を推進することとされてございます。具体的にはチーズ向け生乳の新たな品質向上促進のための特別対策及び生産性の向上対策、生産の拡大対策、また製造設備の生産性の向上、技術の研修、国際コンテストへの参加支援、乳製品の国内外での消費拡大対策を講ずることとしてございます。29年度の補正予算も含めまして、必要な対策にしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。はい、沖林野庁長官。お答えいたします。構造用修正材等についてございます。日 EU EPA 構造用修正材直行修正板、いわゆる CLT 等でございますが、このセンシティビティの高いリン酸物につきましては、即時関税撤廃を回避し、7年の段階的削減を経て8年目に撤廃で大枠合意したところでございます。これによりまして、当面輸入の急増は見込み難いものの、構造用修正材等の輸入量のうち約4割を EU が占めている状況にあり、国産品はこれら輸入品と競争関係にあることから、長期的には関税引き下げの影響が懸念されると考えております。このため11月24日に決定されました総合的な TPP 等関連政策大綱を踏まえ、これまでの実績の検証等を踏まえた所要の見直しを行った上で、木材加工施設の生産性向上支援、競争力のある品目への転換支援、また効率的な林業経営が実現できる地域への路網整備、高性能林業機械の導入等の集中的な実施のほか、木材製品の国内外での消費拡大対策などの措置を CLT も含む木材製品に講ずることにつき検討してまいりたいと考えております。佐藤秀道君。ぜひ予算に裏付けられた実効性のある対策を望みます。次に30年産対策である、米対策であります。30年産からいよいよ国による生産調整の配分を行わないことになるわけでございますけれども、これに伴って米の直接支払い交付金、いわゆる10R あたり7500円が廃止され、生産数量目標への協力が慣らし加入の要件でなくなるわけであります。これによって生産調整の割り当て、生産量の目安に協力するメリットがなくなったと感じる生産者が少なからず出てくるのではないかと、懸念もするところであります。そこでやはり水田活用の直接支払い交付金の充実が大事になってくるのではないかと思うのでありますけれども、実際、今年、米を出荷した農家が来年も再来年も希望を持って営農できるように水田活用直接支払い交付金を勝ち取っていかなければならないと思っているところであります。米は我が国の食料安全保障上最重要の品目であります。それにより水田を生かすことは我が国の農政の基本であり、いざという時のために水田を守り活用していかなければならないと思います。以前斉藤大臣は食料不安が将来起こり得ないと誰も言えない、お米の需要が減っても水田を維持していくには食べないお米を作るしかない、そのためには必要な予算を不退転の決意で確保していくと述べられました。私も大臣の考えに同感でございます。水田活用直接支払い交付金は日本の農業と農家と食料安全保障のための投資ではないかと思っております。将来的には少なくとも3500億程度を目指すべきと考えますが、それ以上に早期に高級化を目指すべきと考えます。所見を伺います。唐沢政策統括官。
お答えいたします。平成30年産からの米政策の見直しにおきましては、ご指摘のとおり水田活用の直接支払い交付金による麦大豆あるいは飼料米などへのなど、まあ、主食用米以外への、作物の支援が重要でございますし、これを安定的に措置していくことが必要だと考えております。このため水田活用の直接支払い交付金にかかります30年度の概算要求におきましては、麦大豆飼料米などの戦略作物助成の現行単価を引き続き維持した上で、これらの生産拡大にもしっかり対応できる額を要求しておりますし、また地域の裁量で活用可能な産地交付金につきましても、基本的な仕組みを維持した上で作物転換作物の拡大に対する支援等に新たに取り組むこととし、必要十分な額を要求しているところでございます。今後とも農業者の方々がこういった主食用米以外の作物への生産に引き続き安心して取り組んでいただけますように、全力で必要な予算をしっかり確保してまいりたいと存じます。佐藤秀道君。今触れていただいた産地交付金でございますけれども、ちょっと触れさせていただきたいと思います。まあ、この交付金のやっぱり配分留保分、まあ、全体の2割が不足が生じているという点について、やっぱり私の地元北海道では、まあ、不足額11億ということで、まあ、強い要望が上がっているところでございます。まあ、水田活用交付金の交付対象から外れた二毛作の農家の方々にも大きな打撃を与えているとも伺っております。営農意欲に悪影響が出るのではないか、この欠損部分に対し29年度の補正で手当て手をすべきと考えますが、見解を伺いたいと思います。唐沢政策統括官。ご指摘いただきましたいわゆる産地交付金でございます。これは水田活用の直接支払い交付金の中に含まれているわけでございますけれども、この全体予算の円滑な執行のために、まず年度当初には産地交付金の2割を留保させていただきまして、まず8割を各都道府県に配分申し上げ、そして秋、作付け状況が明らかになります秋の10月に飼料米等の戦略作物助成の確定を見た上で、その残額について産地交付金としてさらなる配分を申し上げるという運用を取ってきたところでございます。こういったまあ年度当初と秋の2回の配分によりまして、配分予定額全体の予算の 94.3% まで、お支払いしているところでございます。なおご指摘のございました、まあ、補正予算につきましては今月1日に、まあ、総理のご指示がございまして、現在、まあ、省全体として検討を進めているところでございます。佐藤秀道君。次に再生協議会、まあ、全国組織についてもお伺いさせていただきます。まあ、配分に代わる目安の提示について、まあ、都道府県や、まあ、地域の再生協議会で、まあ、対応も違うわけでございますけれども、やはり生産者の不安と負担を軽減させるためにも、まあ、30年度概算要求で、まあ、推進事務費がプラス6億の89億円を要求している点については、高く私はやっぱり評価すべきことだと思っております。まあ、再生協議会がやっぱ今後も円滑な業務を進めていくためには、今後も可能な限りの国からの積極的な支援が必要であると思います。生産調整が終わっても、国は引き続き我が国の基幹農業ともいえる米の政策について積極的に関わっていくべきと考えます。30年産からの国の米政策、需要に応じた生産の推進を実現するためにどのように関わっていこうとされているのか、ご決意も含めてお伺いをさせていただきたいと思います。斉藤農林水産大臣。再三お話してますけど、30年産から米の直接支払い交付金および行政による生産数量目標の配分が廃止をされます。ただ引き続き需要に応じた生産を通じて米の需給および価格の安定を図っていくことは極めて重要であるというふうに認識をしております。国といたしましては30年産以降においても引き続き、これも従来お話してますけれども、麦、大豆、飼料米等の主食用米以外の作物の生産を支援することで水田のフル活用を進めると、
それからきめ細かい情報提供を継続することによって、農業者自らが需要に応じた生産に取り組んでいただけるように、努めていくということなんですけれども、今お話ありました再生協議会につきましてもですね、ますます機能役割は重要になってくるのではないかと思っております。予算の話につきましてもですね、地域農業再生協議会の主体的な取り組み強化が図られますよう、その活動に関わる事務費等についてですね、しっかり支援をしていきたいと考えております。佐藤秀道君。どうか大臣よろしくお願いを申し上げたいと思います。次に、食品流通改革についてお伺いをしてまいりたいと思います。政府の諮問機関であります規制改革会議が食品流通に関わる構造改革について24日に取りまとめを行いました。公明党は同じ24日に農林水産部会として斉藤大臣に申し入れを行ったところでございますけれども、規制改革会議の提言は市場改革のあり方を議論する以上に、これまでの中央卸売市場の最も基礎的なルールである認可についても議論されているようでありますけれども、そのメリットは具体的にどのようなものなのか判然としない点もございます。食費流通の分野も競争力強化という観点から一定の改革について考えていくことは必要であるとは思いますけれども、やはり急進的な改革は危険な場合もあるのではないかと私は思います。そもそも生産者と消費者、さらに市場関係者のための市場の機能強化が主目的であり、はじめに市場改革ありきではないはずではないかなと思うのであります。まして卸売市場の廃止という議論はありえないと思います。卸、仲卸という市場のメインプレイヤーが現在のルールの中で生産者と消費者をつなぐために市場の円滑な機能を担い発展させてきたことを軽視することなく、皆が納得して取り組める改革でなければならないと私は感じます。そうした観点から私ども公明党も関係者の方々から市場改革のあり方について、ヒアリングを相次いで行わせていただいてきたわけであります。関係者の方々のご意見をもとに申し上げれば、やっぱり差別的取扱いの禁止や受託拒否の禁止、代金決済の確保は関係者の総意として私どもは維持すべきではないかと考えております。また第三者販売の禁止、商物一致の原則については、中小零細企業の多い仲卸業者への配慮と消費者ニーズに応えようとする小売業者の創意工夫が両立するように慎重にやはり検討すべきと考えます。いずれにいたしましても、一口に卸売市場といっても取り扱う品目も地域も違いますし、また卸と仲卸の関係も市場ごとに違うわけであります。24日の斉藤大臣の宛ての申し入れにおきましても申し上げさせていただいたことでありますけれども、国が一律にルールを変えるというのは私は望ましいこととは言えません。農林水産省としての見解をお伺いさせていただきたいと思います。井上食料産業局長。お答え申し上げます。卸売市場は集荷分化、価格形成、代金決済等の重要な機能を果たしているものでございます。一方で最近の食品流通の状況を見ますと、生鮮品のままでの需要が減少する一方、加工食品や外食での需要が拡大をしておりまして、こうした消費者のニーズにも対応していくことが求められております。また需要の多様化に伴いまして、産直取引、インターネット通販等流通チャンネルの一層の多様化が進んでいるといった状況がございまして、こうした状況に対応するためにそれぞれの卸売市場あるいは市場関係の事業者の方におかれましては、取り扱いの実態もかなり多様なものとなってございます。品目、地域あるいは各市場ごとにも様々でございます。このような状況を踏まえまして、
ご指摘のありましたような卸売市場が果たしてきた、では今後とも果たしていく機能、また各市場の実情なども十分踏まえまして、農業者等の生産者の所得の向上と消費者ニーズへの的確な対応を実現しうる食品流通構造を構築すべく、卸売市場に対するご指摘のありましたさまざまな規制についてどのような方針で見直しをするのか、維持するのか、検討を進めてまいりたいと思います。佐藤秀道君。どうか慎重な検討をせずにお願いを申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。